はい、どうも、シュウテイです。りょうへいです。そして、はい、小峰です。よろしくお願いします。というわけでですね、引き続き、はい、小峰さんと撮影をしていくんですけども、本日は小峰さんとロンティーやっていきます。はい、お願いします。お願いします。ショヘイ TV といえば、ロングティー、はい。ロングティーといえば、ショヘイ TV。というね、YouTube 界では結構ね、名の知れた、イベントをしておりまして、まあ、年末なんかロンティー大会もしたんですよ、去年は。はいはい、まあ、優勝とはいきませんでしたけども、結構120は軽く飛ばすぐらいの、すごい、なかなかロンティーで飛ばす人はあんま周りにいなくて、うんうん、結構飛ばす方なんですけど、まあ、もちろんね、小峰さん、高校で4番、大学でも4番、はい、言ってましたので、多分いけるでしょう。行きたい、軽くの僕の鼻をへし折ってほしいんですよ。なるほど、こう、こうなってるやつをね、そうこうなってるやつをこの辺でクッってやってほしい。ほんと付け根がガンっていってほしいんで、はい、今日ちょっと向こうがちょっといろいろなんかイベントやってるみたいなんで、うん、あんまり声すぎちゃあれなんで、ちょっと下がって、はいはい、最初ちょっと15メートルぐらい下がります。最初バックスクリーンまで125メートルあります。聞いたことない、そんな。センターに打ちます。しかもちょっと頑張ります。ちょっとこれでやっていきます。よっしゃ。で、その後多分収まるんで、ちょっと前目で、はいはいはい、まあ、5メートルぐらい前ぐらいで打つんだけど、115メートルかな、バックスクリーンは、はい、ぐらいでちょっと打っていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに軟式ってどれぐらいですか、打つのは。いや、ほぼ打ったことないに等しくて。今のレガシーとかないですか。今のレガシーとかも初めてバットを見たぐらいのレベルなんですよ。初レガシー、初レガシーしました。じゃあちょっとこれね、まずちょっと鳴らしで、はいはい、どんな感じで打てば飛ぶのかっていうのも、そうですね、見ていただきつつ、はい、後半ラスト3球ぐらいになったら掛け声を勝ち込んでいただいて。あ、そうですね、まあ、やっぱね、小峰さんの教えてる子たちも多分見てると思うんですよ、うん、もちろん、うん、なので、さすがに超えないわけにいかない。うん、ここでもうプレッシャー取りますよ。さすがに超えないわけにはいかない。鬼プレッシャー。小峰さんより先に俺が超えちゃうなんてこともいけない。僕の方が飛んじゃったっていうのもいけないと思います。いや、まあ、飛んだ場合は編集でどれかします。あの、小峰さんのバッティングフォームとかその辺もいろいろ見たいので、今日3回目で切り替えでいきますので、今日はよろしくお願いします。いや、お願いします。お願いします。しっかりやらせていただきます。ぜひぜひ。負けないように。そうですね、頑張ります。あ、小峰さん、ちなみにバッテって何使ってるんですか。バッテ袋、今はワークマン使ってます。ワークマン使ってる。僕の高校時代の練習のお供ですね。僕大学生の時、あれっすよ、ワークマンが僕のリーグ戦の、まあ、もうすごい昔からもう愛用してるんで。マジっすか、はい、まあ、物はいいですからね。物はいいっすよ、うん、はい、物はいいのは知ってるけど。そうなんだ。手になじむ。あれ作業用じゃなかったっけ。あれ革だったっけ。いや、作業用でしたよ。でしたけど、今スポーツ用とかも出てるんで、グリップすごいっすよ。今なんかすごい表現、顔の表現力すごい。やばいやばい。ワークマンで営業してるぞ。そうだ、営業されてるんだと思って。いや、ぜひご一度試してみてください。そうっすね、はい、うちがなんか取材にちょこちょこ中学取材行くと、いや、使ってくる、います、結構います、います。何のバッテ、ね、ワークマンです。ワークマンって練習用だから、練習でこうやっぱね、破れちゃうから、うん、っていうのがあって、ワークマン使ってる。いや、自分らの代ありました、高校の時。ありました。高校の時はなかったかな。あったかもしれないですけど、知らなかったっす。ですよね、うん、作業用はあったっす、うんうん、だから作業用のここのベルトタイプでちょっと分厚くて、そうそうそう、ってやつは洗濯すると一瞬で縮むってやつ。そうそうそう。そうなの。で、ほら、高校終わって何、社会人、はい、あの、ピッチャーだから、そうそう、うん、バッティングしないっていうの、うんうんうん、さらに知らないっていう。草野球入ってから知った。大学野球で使ってるとは思わなかったな。そう、それはそれは本当に。はい、それではやっていきましょう。はい、お願いします。これ思いっきり振ってもらって、いいっすよ。軽っ。カーボンなんだ。あれ、なんか壊れてる音が壊れてる。いいな、軽いっす、軽いっす。もっと乗せる感じっすか。そうっすね。あ、やばい。ワークマンって俺が開けたバッテが原因かもしれない。いや、あ、これ、そう。おはようございます。ワークマンエグいな。見てる。
が一番今飛ぶよみたいな感じ。そうそうっす。全然まず軽打でいきましょう。軽打で。軽打で。はい。はい。わお。ガチブレしています。おっしゃ。あと3球で。おっしゃ。3球で。1球ぐらいホームインした。いやあ、こすってる。でもここ下がってるからね。いや、余裕でいきますよ。やべ。ラスト。ラストでーす。あー、すいません。ボー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 。まあまあ、だんだん慣れていきますよ。やばい。やばいなっていう焦りが今。いやいや。出てきた。あー、行ったじゃん、これ。どう？いやー、行ってないか。ちょっとあれだろ。やばい！やばい！これいったんじゃこれ。まさかいった？ああ惜しい。いやでも10メートルぐらいか。やば。やべ。球が壊れちゃう。ちょっとタイムお願いします。木製だ、木製。木製で超えるか分かんな、これレガシーだな。よしよし。早めに早めに。よし、上がりすぎだ。なぜやバレルゾーン25度。よっしゃ。いい、上がりすぎや。この微調整。ラストラスト。あたすいませんでした。上がりすぎ、上がりすぎ。もらちゃん、あ、入った。ワンチョク。あーし。あー、こすってる、また。お、来た。よし。あ、動いた。ちょっとダメだな。あんまいくな。いやいやいや、タイミング。当たったし、満足だ。よいしょ。あ、来た。ちょっと先っぽでしたね。あそこまで行くんだな。普通入ってるよな、もうな。スクワット入ってる。よいしょ。あ、当たる場所があるんやけど。お、あー、満足でした。わあ、マジ？オッケーオッケー。はい。ちょっと顔が焦ってきた。やばいなと思って。いや、いけるいけるいける。いいやつ。よし。グッガン。わあ。失礼。入りました。風に、風かな？風。いや。もう大丈夫だって書いちゃった。もう大丈夫だ。これが、まあ、いったこれ。いったんじゃない？これはいったでしょ。これいったでしょ。これいったでしょ。あー。ちゃんとボールなくさないのスレスレで。まずないです。うまい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 。ゴルフのあれみたいな。ゴルフのアプローチみたいな。いったんじゃない？おー。ナイスチェンス。逆方向。逆方向いいっすね、やっぱ。お、スタンドの子供が走った。セーブゾーンで。スタンドの子供走ってますよ。いや、スタンドの子供を取る。あー、ごめんなさい。
かわいそう。入ったー、これ絶対入ったじゃん。いや、あれ鬼の死ぬ。何何何バテてきてるぞ、バテてきてるぞ。あと3球で。オーケー、3球で1球行こう。鬼失速したぞ、今。おぉ頑張れ、俺。あと2球で。あと2球で。ラストにうわっ、これ入ったじゃない。さすがに取られた。ナイスキャッチ。ラストあかんか。同じ条件で。マラカン。大丈夫、持ってる。行ったんじゃない。いいえ、ナイスバッティング。素晴らしい。あ、行ったんじゃない。あ、アシストした。あれ、今アシストした。アシストアシストした今。あ、行った。いや、なんかペン。自信がつく。ちょっと自信がつく。あ、見てもらって。あの、この顔がいっちゃん腹立つ。クソ腹立つ。あ、流した。行ってくれ。伸びてる。いや、柵の柵越したね。二つ目越したね。残り四つ。4つ。これで打ったら。これ打ったらかっこいい。打ったらかっこいい。まず1球目やね。あと3球。オッケーオッケーオッケー、3球で。あと3球でーす。さっきのでっけえ花火を。これで決めちゃいましょう。いただきて。しゃー。よっ。あー、いったー。完璧。やば。おお。行きました。いいとこで終わる。行きました。あと2球。あー、これいったんじゃん、これもうライナーで。はい、よし。やってきました。ラストです。あー、よく出た。よく出た。よっしゃ、 OK です。ありがとうございました。終了。ありがとうございました。いやー、ラスト来たな。来ましたね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。軟式いかがですか。いやー、なんかね、変な感じしますけど。それでもやっぱ飛ばしてる人がいるんでね、ちょっとなんか久しぶりに心が燃えてきた。そうなんですよ、意外とね、公式も大変ですけど、軟式もあの当たればいいんですけど、うん、そう、ちゃんと当てるのが難しいって言うんですよ。軟式も楽しいところがあるというところで、はい、今日はあの軟式を実際打ってもらいました。はい、めちゃめちゃでもやっぱえぐいっすね。やっぱ流しのあの力がすごいですね。流す時の高い、あと、あー、弾道高いっしょ。だから、あの、追ってる時に、青梅線から言うと青梅線、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 JR じゃねえ。上で流されるから、しかも今日は風があったんで、あ、はいはいはい、こっちもだから、どこに落ちるのかがわからないっていう、高すぎて結構大変でしたね。ちょっとあの、いつも多分動画でたまに多分見てると思うんですけど、はい、実際に僕、どうでした。いや、めっちゃね、こうやっぱパンチ、インパクトが強い。インパクト、うん、っていうのはすごい感じましたね。すんな早い。マジですか。うん、まあ、普段からやってるってのもありますけど。いやいやいや、でも公式も結構95とか飛ばしたんで、はい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 、ロンティーで。なるほど。昨日出したと思うんですけど、そうだから結構バッティングは調子よくなってるんで。いいっすね。そう、やっぱこう、なんかこういう上のね、方でこうやられた方に褒められると、だんだんこう、なんかこう顔がこうドヤそうそう、こうなってくる。頑張ってよかったな。いや、ほんと 2,3 年前にようやく初めて野手転向でこう、あ、はいはいはい、そうやりだしたんですよ。それまでずっとピッチャーで、ね、あの社会人でもあのあの DH じゃないですか。はい、だし、その軟式野球のピッチャーで DH 使われてたんで。なるほど。全然打ってこなかったんですよ。なるほど。で、もう一から本当にバッティングもめちゃめちゃでしたけど覚えて、すごい、なんとかここまで来たっていう。練習しなきゃと思いました。いや、本当ね。本当こういうのでやっぱね、子供たちにこう見せて、うん、うわ、すげえな、こうなりてえなって思われるような、はい、
人になりたいなと僕も思ってるんで、トモトモよろしくお願いします。一緒に、はい、できればよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、というわけで今回ですね、小峰さんに軟式打ってもらいましたけども、すごいバッティングでしたので、いいなと思ったらチャンネル登録とコメント高評価、そして、小峰さんの、SNS、リンク貼っておきますのでチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは終わります。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Thank you.